皆さんこんにちは。2月23日から始まったオープン戦、開幕へ向けてアピールする最後の場として各選手が奮闘しています。23日のオープン戦は巨人対ヤクルトのみでしたが、その試合で巨人の吉川選手が躍動し話題に。実は昨季得点圏打率がやや低く、首脳陣はそこを改善してほしいと願っていたそうです。そこで首脳陣はオープン戦ではとある作戦を決行、その結果活躍することとなります。一体何をしたのでしょうか。今回は吉川尚輝選手が覚醒した理由や首脳陣の秘策などご紹介していきます。小学生から軟式野球を始め、中京高校では1年夏から三塁手のレギュラーに定着した吉川尚輝選手、中京学院大学では1年春からリーグ戦に出場し、秋にベストナインを受賞するなど活躍。そして2016年10月20日に行われたドラフト会議にて、田中正義選手や佐々木千早選手の重複指名による抽選で交渉権を逃した読売ジャイアンツから外れ外れ1位指名され入団。中京学院大学で初のドラフト1位指名選手となりました。1年目は上半身のコンディション不良で、新人合同自主トレは別メニュー、春季キャンプも3軍スタートで、2軍昇格は3月でした。イースタンリーグでは30試合に出場した時点で打率1割8分7厘0本塁打でしたが、守備と足を期待され5月9日に1軍に昇格、5月14日の広島東洋カープ戦で代打で1軍デビューを果たします。5月17日の東京ヤクルトスワローズ戦ではプロ初先発出場も果たしますが、初安打を放つまでには至りませんでした。7月13日に草薙球場で行われたフレッシュオールスターゲーム2017においてはイースタン選抜として出場、その後2度の2軍降格を経て夏から2軍で打撃の調子を上げていった後、9月下旬に3度目の1軍昇格を果たし、シーズン最終戦の10月3日に2番2塁でスタメン出場。第1打席でプロ初安打を記録すると、2打席目、3打席目も安打を放ち、プロ初の猛打賞も記録。また2安打目の出塁後には2塁への盗塁も成功させるなど活躍を見せました。2年目はシーズン前から球団首脳や先輩選手たちが期待の言葉を口に出すなど、キャンプから2塁手のレギュラー筆頭とされ、開幕1軍を勝ち取ります。開幕戦は2番2塁として開幕スタメン出場も果たし、5月13日の中日ドラゴンズ戦では松坂大輔選手からプロ初本塁打を放つなど攻守ともに活躍。交流戦から調子を落としスタメンから外されることもあったものの、スタメンに復帰すると課題とされた打撃面でも活躍を見せ始め、坂本勇人選手の離脱後は遊撃手に回りながら、7月には月間打率3割8分6厘を記録しました。8月1日の横浜 DeNA ベイスターズ戦で6回の打席で内野安打を放ち、18試合連続安打となったものの、1塁にヘッドスライディングした際に左手支柱骨を骨折し、まさかの負傷交代。翌日登録抹消されると固定ボルトを埋め込む手術を受け、そのままシーズンを終えてしまいました。2019年は開幕戦から1番打者として起用され、11試合で打率3割9分を記録、開幕ダッシュ成功の原動力になります。しかし春季キャンプ中から抱えていた腰痛が悪化し、4月12日にスタメンを外れ、2日後には出場選手登録を抹消。その後腰のリハビリが長引き、腰への負担を減らすためにも外野守備にも挑戦、実戦復帰戦となった8月29日の3軍戦では9番レフトとして出場しました。しかし1軍には復帰できず、シーズンを終えてしまいます。2020年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で開幕が遅れたものの、6月19日の阪神タイガースとの開幕戦での7回裏に岩崎優選手から逆転2点本塁打を放ち、チームの通算6戦勝に貢献。中盤からは主に1番2塁として定着し、最終的には自己最多の112試合に出場、打率2割7分4厘8本塁打32打点11盗塁を記録。プロ4年目にして初めてシーズン通して1軍に帯同し、初の規定打席にも到達します。2021年は子宮により骨折したり脱臼したりと怪我に悩まされ、6月に離脱しますが8月13日に1軍復帰。
最終的に108試合に出場。規定打席に届かなかったものの、打率2割7分2厘、5本塁打、25打点、7盗塁を記録。オフに400万円増の推定年俸3700万円で契約を更改し、背番号を2に変更しました。昨シーズンも開幕から1軍を勝ち取っていますが、5月4日の対広島戦で8回表に黒原拓未選手から死球を受け、担架で運ばれて退場。検査で肩甲骨の骨挫傷であると判明しました。その後負傷後初実戦となった15日のイースタンリーグ西武戦では、いきなり4安打を放ち、17日宇都宮で行われた広島戦で早期1軍復帰を果たします。そのまま1軍に定着し、自己最多の132試合に出場。2年ぶりの2回目の規定打席到達し、打率2割7分7厘、7本塁打、31打点、16盗塁とリードオフマンとして好成績をマークしました。このように一定の成績を上げていますが、一方で昨季の得点圏打率が2割8分4厘と、首脳陣からすればやや物足りない数字でした。そのため上位で起用されたこともあって、打点が31と少なめな数字に、昨季優勝を果たした塩見選手は一番打者起用ながら54打点上げていることを考えると、物足りなさはあるかもしれませんね。原監督も直樹に必要なのは勝負強さと指摘しており、得点圏打率向上を願っていました。そこで首脳陣は23日のオープン戦でとある秘策を実行します。それが吉川選手を5番打者として起用することです。昨季までは1番や3番に入ることが多かった吉川選手、この日は4番打者を務めたウォーカー選手の直後の打順である5番に座ることに、阿部慎之助ヘッド兼バッテリーコーチは起用の意図について、今までは自分吉川がメイクチャンスしていたけど、今度は走者を返す方にとし、得点圏打率があまり良くなかったからねと説明しました。そうした首脳陣の思惑があっての5番起用はズバリと的中します。吉川選手が5度打席に立ったうち、実に3度が得点圏に走者を置いての場面。3回の第2打席では1死2塁で夕日に倒れますが、5回無視3塁となった3打席目は前進守備だった。2塁手のグラブを弾く中前敵地だ。さらに9回1死3塁では右翼へ義肥を放ち2打点を挙げます。あたりの吉川選手も課題を自覚しており、点が入ったことが一番嬉しいですね。最低限はできたと思いますと笑みをこぼし、どこの打順でもランナーが3塁に行ったら返さないといけないですし、そういう打撃ができてよかったですとコメント。天才的な打撃センスと広大な守備範囲を誇る吉川選手ですが、まだまだ満足はしていません。今年は課題を克服し、チームを優勝に導けるのか、これからの活躍に期待したいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。